雑な心情はある。東京オリンピックの開会式は滞りなく終了。失望はなかった。ただ、結局は過去の東京オリンピックを下敷きにしているからか、そこには何かの、切り捨て？そういう感覚が残ったという気分も少しある。犠牲になった人々がいる、その人々を救えていないというような。それは多分、自分もまた、そこにいるから、そういうことだろう、しかし。津波を前に、逃げるしか術はない、しかし。なぜ、起きた？それは無理のある言い分だ。なぜ起きたか、再発防止のつもりはあるのか、そこはもちろん語られてない。すべての天変地異が、死生者の心がけ一つで抑止できるのか？と問われれば無理もある。しかし感情論で、そういうのが残っているのも現実ではある。因果応報だった、今まで通りでは。しかし、それを求める先の、thank you.